はい、BGB1504 ですね、今晩ね2ケース目になります。通算でファイナンスは9ケース目になります。分配は、ね、ワンボックス3列それの1列ずつの、分配となります。開封はボックス開けで右側から2パックっていう感じで開けていきます。じゃあ、サイコロ振って足した合計ランダマイズの回数です。いきまーす。よいしょ。はい、2と4で6回ですね。でリフレッシュをします、ね、はい。じゃあ6回ですね。1 2 3 4 5で6 6、PM さんがラストでノッチンさんがトップバッター。しょ、はいね、はい、よいしょ。今日は3ケース目までやりますんで、まあ、さっき45分ちょいぐらいで終わったんで、ちょっと待ってね、ちょっと待って、あ、うちの母です。はい、じゃあこちらがね、表ですね。はい、じゃあ右からボックス1、2、3、4、5、6、7、8となります。はい、じゃあまずは1ボックス目のオッチンさん、稲拓さん、カラさんですね。まあ、1と3にね、3が入ってる可能性のが高いですけど、2になったりでも。ね、しますんで。よいしょ。店長もそのパターン始めちゃう。お客さんからね、2からサイン普通に出ましたっていう、昨日報告あって。よいしょ。はい、ギョルフさんの99ですね。お、今永さんリフ。これは、アンコモン？おお、アンコモンのリフだ。はい、今永さん。で、外さん、インサート、大谷さんのアンコモンも出た。まあ、ベースで2ケース1ですから、目当ての選手。はい、シーガーの150。で、パスクアンティーノ3で、いきなり金オートだな。どなただ。あ、ドンテレさんっすね。はい。あ、千賀さんのアンコモンも出ました。はい。マーリンズのレジェンドですね。千賀さんはアンコモンにしかいない感じですね。ダルビッシュさんもアンコモンだけかなっていう感じです。今永さんリーフですね。で、大谷さん、うん、なかなか。よいしょ。はい、ですね。ありがとうございます。で、一番初めのボックスの、この2番目の、ドキドキなんだよね、2番の入ってる人。ね。どうなるか。まあ途中で変わってね、ジャンの200しますからね。はい、ルーゴさん。ルチアーノで。お、山本さんシリアル来ましたね。75。これも5、6種類ぐらい。はい、インサートがあるうちのですからね。うん。山本さんピンポイントで引くのは結構大変です。まあ通常と、まあレアと、スペシャルレアみたいなもんです。あ、また今永さんリフだ。こんな出ないですよ、ポンポン。今度はコモンのリフです。はい。で、アルバレス、ライアンさん、ソトさんでしたね。
はい、サインは出ませんでしたが、山田さんのシリアル、今永さんのリフですね。ワンボックス開けたとしてもこうなるケースはあまりないですね。ここが箱1のインサートのリフですね。はい、まあ2番の方がこういう感じになれば、あ、全然 OK ですって、よかったっていう、はい、はい、まあコンは普通ってマレナとかね、はい、トラウトがレアですね。で、バトラー250、ホセラミさん、マークレーン、よいしょ、はい、テナさんですね、ガーディアンズ、うん、でアブレイユさん、エヴァンカッターとフレリックス、あ、山本さん来ましたね、結構日本人出るな。マクニールさん325、ドイルさん、ラウアさんで、カミネロさん、メドウズ、2シリアル、山本さんルーキーで、テナさんオート、これが1-3ですね。はい、で2箱目です。ふぶきさん、ザサさん、マナちゃんさん、ラング報道ですね。お、メリル、リフですね。で、ポランコさん、ガンナー、アームストロングで、ギャレット・ミッチェル、はい、ルチアノの99ですね。で、メイシンさん、フレリック、はい、で、ルトリッチですね、ジャクソン・ルトリッチ、マイアミ、あ、ナショナルズか、はい、ですね、よいしょ、で、アルバレス、よいしょ、シリアル1枚3、1枚ですね。でもまあ、ラングフォードとメリルが光ったという感じです。はい、2-1。はい、メネセスさんが150と、ハーバーの250で、シュネルとクリブラ、チョさん、オタニさんで、バルさんに、アブさんに、タッカさんに、インサート、マズロースキーさん、リーフですね。はい。で、ガレン。
そうですね。トップクロはそうですね。まあ、トップクロはトップクロでやっぱりね、絶対的な人気があるから、ファイネストはややこうね、うん、癒してくれる製品。毎年そうなんですよ。トップクロで弾けないなーつってファイネストで弾けたみたいな。まあ、ただドカーンってくるのはクロームの方だよねっていう。はい。よいしょ。まあ、それはみんなわかってるんですけどっていう。はい。まあ、製品的にはだからいい製品ですよ。ファイネスト。店長大好きです。ファイネスト世代なんで、クロームがまだなかったんで。はい。2の3だね。よいしょ。はい。ラウアさんいました。ソトさんレア。で、ジャッジ200。あ、オタニさん X フラクター。あ、しかもこれレアの X フラクターだ。おお。かなり出ないんじゃないかな。多分。オッズ、もしあるとしたら。ねえ。で、吉田さんに、はい。ローガン・ポーターさん、グリーン、リフォート。で、スプリンガー。大谷さんはレアの、あ、はい、多分、あ、見えてる。ぴょって見えてる。誰、どなたですかね、せーの。おう、テシエラさん。やっぱ結構幅広いんだな。何人ぐらいいんだろう。はい。テシエラさんもすごかったっすよ。ねえ。アルティメイトのルーキードカーン来ましたから。今だともう、はい。すごかったっす。フィーバー。メドーズさん。マチャドさん。メイシンさん。ラングフォード。ね。ホリデーもこれ、アンコモンですから。さっきのケースでも出てますけど、本来だったら2ケース1ぐらい。この2パックは結構いいですね。ジャッジのシリアルと大谷さんのレアの X フラクターですね。で、サインも出てるし、2枚出てるし。モーメンツの音、ケース2枚ぐらいこう確実に出ると面白いよな。まあ、8箱ケースだから、12にすれば2枚入れるので可能そうになりそうですけど。まあ、ファイネストモーメンツの音も、まあ、これも伝統のある、はい、インサートセットですね。はい。はい。これが3箱目ですね。はい。モネちゃんさんと、コウさんと、班長さん。鈴木さん。で、トーケルソンはこれレアのグリーンですね。なので、25です。はい。で、バクストン、ラングフォード。あ、大谷さん来た。これ箱で2ぐらい。ボビーウィット。箱2で何人ぐらいかな ?3、40人ぐらいドミンゲスいるような感じですよね。93。ね。マニング250。デビー・ウィリアムス、E さんで、はい。トリオロさんですね。はい。パイレーツね。で、リンドア。トリオロさんもこれ2回目ぐらいですね。まだ見たの。ダルビッシュさんも結構、しっかり枚数、どのブランドも書いてましたね。初めから枚数書いてくれてましたね。うん。封入も多かったので。まあでも、その頃と比べたら、まあ、12年前になるんですけど、生産数で言ったら、もう、数倍以上にはなってるから。まあ、それだけコレクターの人口も増えたというのも確かなんですけど。
今永さん、メリルさん。お、ドミンゲス75だ。ありですね、これ。パープルの X フラクター。これもレアの、はい。レアの X フラクター。シャーザー、カーショー、デラクルーズ、シャーバー。カウザーですね。はい、ロバート君にカーショー、ボルピーで、ウェールズルで、ダルビッシュさんですね。ダルビッシュさんのサイン当てたいって言ったら多分まあ5ケースぐらい開ければほぼいた、当てれた感じですね。はじめボーマンプラチナムとかが結構封入入ってて、あれはトラウトもバンバン出てたから結構売れてましたね当時。でボーマンプラチナムはまあその人気もあってアジア版もその後出たし、サノニ、カスタットですね。カミネロ、ロイス・ルイスの325ですね。でボガーツ、これは99ですね。で、あ、またハップさん、よいしょ。アロンソの青ですね。でストライター、んホリデー、アルカンタラさん125で、ラングフォードの X フラクターですね。ボビー・ウィット、アームストロング、アームストロング、まあなので、うん、多分数年間の間にかなり枚数は変えたから、どうなんでしょうね、もういいですってなっちゃったのかもしれないですまあ選手の年俸からしたらサイニングの費用で入る副収入ってそんなでもないので、本当アルバイトです。まあでも現役選手とか1年目とかはね、やっぱり生涯成績、まあメジャーリーグで例えちゃうとそんなにないから、1年目はやっぱり安いんですけどね、契約金も。もう本当ファンサービスの本当一環です。そうなんですよ。だそこをこうね、組んでくれる方とっていうところはやっぱりあるかもしれないですけど、まあでもやっぱりね、シーズン中にちょっと強引に書きすぎちゃね、書いてとか寝る時間もとかなっちゃうと、ラングフォードですね、X ラクターで、吉田さんのシリアル125で、今永さんも、あ、結構出るな、よいしょ。はい、カスラさん250、モレノさん、ゲレーロさんで、はい、あ、ローレンス・バトラーさんだ、99、うん、はい。まあリハビリ中っていうのもあるんじゃないですかね、多分大谷さんは。で次ね、怪我しちゃいけない聞き手じゃないですか。まあそれ大谷さんも多分、まあ周りの方々も一番理解はしてるので、次はもう怪我させない、ちゃんとこうね、うん、もう一回一回登板したらもう戻ってくるたびに大丈夫大丈夫ちょっと過保護レベル並みにこうちゃんとね、うん、
アドネラリン出ちゃったから痛くないだけでしょみたいなちゃんとそうやって聞いてあげるような方がいないと、これ4の1、はい、大変なことになっちゃいますからね。だから結構みんなピリピリしてると思いますよ、聞き手を使う何かについては。はい、ペレーラさん325ですね、リンドア。まあ、店長マネージャーだったら、速攻で、はい、アサイニングしませんから、しないしない。治った2年後かな、っていう。ね。治って2年後でパフォーマンス上がってきて、山本さん。で、そのシーズンオフにだったら、まあ、本人に聞いてみて、っていう感じになると思いますけどね。お、ボビーエッドいいですね。もう、スタッツすごいですね。うん。カンサーシティも男気で契約してましたからね。うん。あの段階でね。シーズン中で成績上がってきて、だったら、ね。うん。わかりますけど。あの段階で、ね。あれだけの契約を提示した。やっぱまあ本人もやる気のモチベーションになるでしょうし、やらなってね。うん。そういうところがやっぱりさっきのクリス・ブライアントさんとの違いますよね。もう、マネーゲームかどうかっていう話になっちゃうから、ただの。はい。ね、いいね。うん。綺麗。はい、これ4の2で4の3はい、うん、チーザム君で、ペドロモさん150で、クアンさんですね、で、カッチンで、はい。マーローさんですね。これリーフですね。はい。リフラクター王と。で、メイシンさん。ゲレールさんの青。100、あ、200だ。200ですね。で、ホセラミさんで、メイシンさんで、ウェールズさんで、シュネイダーさん。モーメントの音は今一つ出てますね。昨日はね、ケースで、8箱ケースで、モーメント音2枚出たケースもありましたからね、複数もあるんだっていう。はい。これが4の3ですね。はい。で、こっから後半戦。よいしょ。5箱目ですね。ピッピさん、ピグレットさんとサトシさん。でもなんか9月ぐらいの製品から入るんじゃないかって言われてますもんね。大谷さん。まあ、ミステリーレデとか、わかんないですからね。あの辺もね。結構、再契約するタイミングとかで、よいしょ。まあ、ちょっと、確証を得られないときは、ね、レデンプション、ミステリーレデンにして入れるっていう場合もありますからね。250。ポランコさん、ラウアーさん、ソトさん、ホセラミさん。ドミゲス、レアですね。で、カミちゃん99ですね。うん。これアンコモンだよね。はい。帽子飛ばしてる。で、ミードさん。で、あ、親方。ガードナーさんですね。で、セスルーゴ。
はい、ブレッドガーダナーカミネロのシリアル99でゴルシミさんですね。これが5の1ですね。はい、あ、そうなんですか。クロム？へえ。ルチアーノさん150。ロバート君、メリルさんと、お、デラクルーズ75ですね。はい、インサートのシリアル来ました。で、ポランコさん、ラウアさん来ました。ライリー・グリーンとレイノルズ。ね、これね、神ちゃんでしょこの色。ここだけ見たらレベじゃんみたいな。間違えちゃうんでね。はい。ねえ、リフです。うん。昨日めっちゃテンション上がりました。神ちゃんだ。はい、そうですね。まあ、デラクルーズね、あとルチアのシリアルです。これが5の2ですね。そうですね、スター性がデラクルーズは。フレリックさんとエヴァン・カーター。ヤモさん。アクーニャレアですね。で、マクレーン。49ですね。レアの青。トーバーさん。ホルソンさん。優勝。はい。テイラーさんですね。サマード・テイラーさん。で、デラクルーズ・アンコモンです。うん、デラクルーズのレアって見たかな？いないのかな？はい。カステラさん150。お、ヤモンさん X フラクター来ました。はい。コモンなんでね、ルーキーカードのところかなというところです。ヤモンさんがベースと X フラクター。で、サインとシリアルとデラクルーズみたいな感じでしたね。ローダーが、もともと用意してあるけど全然足りないな。結構やっぱ使うんですよね。昨日も夜片付けてたんですけど、結構ローダー使うんで、まあベースまで入れちゃってるからな。まあいいんですけど、はい、山本さんね、ベースと X ラクターでシリアル2枚とデラクルーズとサインっていう。これ5の3です。はい。で、6。はい、6。猫三郎さんと、ザサさんと、タカ&クマさん。はい、カミネロですね。はい、マルテの125とルーゴロのリフ、ゲロフさん、マルテ、マイクヤズですね。ホリデー言いました。ジャックライター、ね、はい、
キャベジさんですね。それとヒメネス200です。ベリンジャーで、お、チョウさん来た。はい、アオリフオートですね。うん、黄色オートはないもんね。カラーマッチなのかな。ね、99です。うん、よいしょ。でガルシア、ようやく上位ルーキー1枚。あ、これヒメネス、こっちこっち。はい、こうですね。シリアル2枚とジョーさん来ました。はい、これが6の1ですね。猫サブロさん、はい、おめでとうございます。で、6の2ですね。はい、よいしょ。鈴木さん、ドミンゲス、マイクヤズの250、メネセスさん、ピアザさん、ウェールズさん、シュネルですね。ルチアーノ、今永さんいました。メイリルいました。マクニールリフとモレルのエクスラクター、ジャッジさんで、はい、シュネルのインサートのリフですね。タレクトーマス、こうですね。はい、ありがとうございます。あと、まあ、ドミンゲス、ルーキーの人だし。6の2。で、6の3。はい。よいしょ。チョウさんですね。ケロスさんレアですね。で、FF さん200。ラングフォードエクスラクトが来ました。で、99のファイネストルーキーのドミンゲス。で、ここが、はい、エマサ・ハンコックの50ですね。ゴールドリフォート。はい。うん。まあ、トップクロとね、先ほど書かれてた方いたんですけど、まあ、トップクロと違うのは結構ピッチャーが少ない、大谷さん。ピッチャーが少ないんでね、ファイナンスとは。はい、ラファエラさん、カースタット、ヘンリー・デビスが325、バーランダーさん、ホリデーさん、デラクルーズさん、ルーカ。ルーカはいいんだ。よいしょ。結構出たな。3位がケンリフホートのハンコックで、大谷さんも出たし、シリアル3ですね。シリアル3と大谷さんと、はい、まあ、ラングフォードもエクスフラクターだ。これとか、ね。はい。うん。なかなか、はい、ですね。このくらいこう、どの2パックも出てくるといいんだけどね。はい、これ6の3ですね。タカアンドクマさん。猛獣か。
はい、7個目です。エラーさんとドミさんとテディさん。アームストロングがいて、デバースリフですね。で、トラウトミックスフラクター、メイシンさんで、ガンナー、で、メネセスさん。ヘンリー・デイビス、ね。キムさんがレアですね。で、ゲレーノの325。で、コレアさん。アームストロングでオレンジだ。せーの、よいしょ。あ、トリオロさん。はい。まあでも、これからです、彼も。はい。オレンジはね、ちょっとベテラン引きたいなっていうところは、やっぱりあるんですけど。ルーキー上位でもいいけど。はい。まあ、頑張って、こう、成績上げてほしいですね。うん。まあ、腕プッシュ結構ね、もう、できてるから、彼も。あとはパイレーツサード、うん、空いてるけど、よいしょ。まあチーム事情もありますよね。でもまあここ最近プレーオフね、いけそうな感じの球団になってるしね、うん、よいしょ。まあ、まだルーキーカードね、1年目みたいなもんですもんね。大谷さんに言いました。ラファエラさんの99ですね。でこれのちょっと出現率が全然わかんないんだけど、ホリデーですね。このちょっとなんかマーブルっぽいようなこの背景、うん、これのリフなんですよ。ちょっと出現率はわかりませんが、まあホリデーなんで。はい。デラクルーズですね。そんなに出ないですよ。ケース多分、どんくらいですかね。ケースで2枚か、1枚か2枚ぐらいだよね、多分。デトマーとジャンさん。あ、93リフだ。よいしょ。お、トラウト、いいですね。うん。はい。うん、いいですね。よいしょ。やっぱインサートのリフ枠は、あの、山本さん以外だったらもうこの93リフがいいですね。はい、まあ、この、2番目の方でしたけど、大谷さん、デラクルーズ、ラファエラ、シリアル。で、ホリデーが、まあ、これが、多分出ない、ですね。まあ、1人2種類とか、ある、ね、方も多いですけど、ホリデーだったんで、かなりいいんじゃないかな、パラレル的には。まあ、あと、このインサート、このパラレルが人気出るかっていう問題だけなんでね。市場で。はい。まあでもとても綺麗なカードなんでいいと思います。はい。あ、松井さんね、昨日ね、いや、バイクを送るとは思わなかったっす、昨日。そう。あ、いるんだと思って。まあ結構松井さんこうね、ニューヨークの方の、よいしょ。はい。まあトップさん、本社あるし、ファナティックさんが今、トップさんのとこのビルに入ってますからね。イベントとかにも松井さん来てるしね。はい、レアですね、マウリシオ。で、山城さん200。トラウトさんがレアのエクスフラクターですね。で、ライアンさんで、はい、アトリオロさん。はい、うん。彼頑張れ。でも去年ね、去年のプロダクト大体、あ、これ、どっちだろう？サインの方かな？ラングほどいる。モーメンツの方かな？インサートかな？ちょっとわかんねえな、この状態。まあ、言っちゃいますね、せーの。あ、ダイカットか。エヴァン・カーターさんでした。
はい、さっきも出ましたけど、これもちょっと出現率は分かりませんけど、まあ、このダイカットゲロフさんですね、ダイカットとあとインサートが2種類で、昨日1個だけ出たやつがなんか非常に出ないような感じでお客様書かれてて、このダイカットのは 80% ぐらいでケースにいそうなイメージですね。ひょっとしたらまあ出やすい方かもしれないですけど、ケース1ちょいか2ケース1ちょいかぐらいなオッズなんでしょうね、多分。うん、ね、これに山本さんとかいんのかな。これルーキー系のセットですもんね。はい、こうですね。うん、はい、これ7の3ですね。はい、ホリデーのパラオイル、あ、なるほど、オイルか。26枚ぐらい？あ、そんな少ないの？まあね、あのスタジアムクラブとかのファーストデイシューもあれ結構1人当たりの枚数は少ないんですよね。まあ、ただのスタンプ入ってるだけだけどっていう。すごいね、じゃあね、26シリぐらいなんだ、入れたとしたら。ああ、まあ昨日ポツポツこのそのオイルパラ見てましたけど、ホリデーだもんね。ありがとうございます、ブライトさん。ドミンゲス。めっちゃ当たりだよね、じゃあね。はい。ソニーグレイですね。250。ザンダー、ボビーウィット、ラングフォード、ポランコ。今永さん来ました。メリルもいい。あ、今永さんのレアだ。あー、いるんだ。はい。いますね。うん。はい。で、ターナー75。マルテ。大谷さんも来ました。で、はい。ブライアン・レイロルズさんですね。ちょっとピッツバーグ多いけど、はい。いい選手です。レイロルズさん。うん。よいしょ。ヘイズがいつもしくじって、その穴をこう、うん、埋めてる感じです。ヘイズもちょっと打率上がんないなーっていう。まあ2割5分あれば十分なんですけどね。ちょっと2割2分ぐらいまで落ちちゃうときあるから。だったらパンチ力欲しいよねっていう。まあでも守備がいいしなっていうところでなんでしょうね。今永さんの通常とレアが来ました。大谷さんも来ました。で、3位はベテランのレイロンズですね。はい。うん、そうですね。うん、はい。これが8の1。で、8の2。よいしょ。切れてる。大丈夫。よいしょ。カウザですね。ジャズの99。レアのブルーですね。で、バーガー。イーさん。ウィンさん。シャーさん。そうですね。はい。トラウトのレアのリーフですね。うん。やっぱレアのリーフ、ケースに1、2枚ぐらい出ても。ね。アルビーズ、カーショー、で、アームストロングのインサートのリーフ、で、ラングフォード、アンコムですね。
でも132パック3ケース1ぐらいのオイルパラぐらいに なるよね。ああそんな出ないんだ。昨日もなんか飛び飛びで出てるないぐらいなイメージでしたけど、はい。で最後ですね、8-3、はい、ホリデー、フリオのレアですね。アマヤさんが125で、エヴァン・カーターですね、 X ラクターで、ベリンジャの125で、3位はソニー・グレイさん、リフォート、はい、ベテラン。鈴木さん、あ、大谷さん35シリ、おお、大谷さんのシリアル100以下引けました。かなり出ないですね。35です、はい。これアンコモンだよね、はい。アンコモンなんでグリーンだけど少ないという、はい、やつです。だからレアのグリーンはもっと少ないんですよね。なんですけど、まあアンコモンでも35ですからね。で、タッカーさん、ホリデーさん、ルーゴさんですね。大谷さんの100以下とか、まあ特に50以下のシリアル引くの大変だよね、今もうね。あ、ちょっとローダーが最後切れちゃった。はい、ソニーグレーのオートとベリンジャー125、アマヤさん125で、大谷さん35来ました。うん、まあ大谷さんも多分まあコモンアンコモンね、まあ300人中3種類だからまあ100対1ですけど、まあそれぞれにね、アンコモンも出にくくなって、レアだともっと出にくくなってっていう感じになってく仕様ですから、はい、こんな感じでした。最後 PM さんですね。あ、よかったです。はい。ね。はい。じゃあ、ファイナンスね、これで2ケース目が終わりました。50分くらいか。あ、48分か。ですね。よいしょ。はい。で、発送には数日かかりますので、その点だけご了承ください。結構、スリーブ入れて、またローダー入れて、パッキングするのに結構時間がかかる。今日は昨日のボックスランダム3回分と、パックランダムの1回分まではいけたのかな、発送。明日2回目、3回目、発送と、今日のやりたいと思います。はい。なので、ね、BGB の1504の発送は明日中できれば、もしくは明後日かな、というところです。はい。じゃあ、これでね、1504終わります。ありがとうございました。